はい、動画マーケティングの鈴木です。で、今非常に真面目に喋ってますけれども、時々は崩した喋り方とかそういうのも入れた方がいいです。でずっと真面目だとつまんない、感情移入できない、親近感が湧かないですから。だから今まで、いろいろ動画撮影してきましたけど、時々私も喋り方が崩れたりとか、ちょっと笑った時とかですね、喋り方が崩れて、いやそれは違うとか、独り言みたいに言ったりですね、でなんか音がしたとか、電車がうるさいとかですねいろいろそのちょっとラフな感じで喋ってることがあるはずなんです。見てみてください、絶対ありますから。それは意図的に入れてるんですが、もう意図しなくても自然に時々そういう崩した喋り方が出るようになってます。まあこれも練習ですね。もう経験積むしかないので。ですから真面目真面目ばっかりではつまんない。で最初からその崩した話、ラフでカジュアルな感じ、まあチャラい感じだけでは信憑性がない。だから基本ベースとしては真面目な感じで、で時々崩してあげると、そうすると相手は親近感を持ってくれますから。ですからそれを意識してですね、真面目すぎる喋り方はやめた方がいいです。人間的に魅力がある人なんだなっていうふうに思ってもらえるようにですね、本当に日々自分磨きもしなきゃダメですし、いろんな経験もしなきゃダメで、たくさんの人たちと喋って交流して自分の人格も磨いてですね、もう人生死ぬまで勉強なわけですから、その上で、こう崩した喋り方が時々できるようになっちゃったりとかすると思いますので、それをちょくちょく動画の中に入れ込んでいくことによって、相手の気持ちがこっちに向いてきますから。ただ商品の説明をするだけ、ただサービスの説明をするだけなんだったら、それは CM なんです。で、YouTube を CM みたいに使ってる大会社、大手企業って結構ありますから、あれ間違いですからね。YouTube はそういう場所じゃないんです。かなりネットリテラシーの高い人たちが見てるんです。ですから CM 流したって大して意味ないんですよ。CM を流すんじゃなくて、商品説明をする場所ではないんです。見てもらってる人と仲間になる場所っていうのが YouTube なんです。ですからそれを意識してですね、時々はラフな喋り方もしたりとか、まあ、体勢とかもちょっと崩してこうしたりとか、いやーそれあの時はきつかったねとかあの時はやばかったんですよとかですね、そういうようなちょっと崩す感じの喋り方もちょくちょく入れてあげると、親近感はややアップすると思いますので、動画マーケティングっていうのはいろんなテクニックの積み重ねで、コミュニケーション能力がそのまま動画に出る形になりますので、ですからもう日々の生活の中でもですね、常にいろんな人とコミュニケーションしようと。で、人から好かれる喋り方とか、説得力のある喋り方とか、そういうのを意識してください。今回は以上です。